チャリオンラジオです。そしてめちゃよってことです。あです。ということで、フレバトシリーズ第2弾ということで、今日はねこのアナザー選手にお越しいただきます。ということで、点ごとに実況解説的なのをねしてもらいます。僕はね集中すぎて多分ね聞いてちゃんと全部解説できるのできないんで、相手がねめちゃんこ強いんでね。また YouTuber 事情的にBGM がないんで、そう YouTuber 事情的に感染から音を流してもらって、それね、はい、アナザー選手のプロフィールなんですけど、最多28位と強い、28位は強い、ほんでもって最多トロフィー7131ということでね、7131なんでもうサムネ映えが過ぎますねそういうやつサムネ映えが過ぎます、さすがに来た、はい来ました、音ちょうだい、音ありがとう。うん、そんなもん。そう、タルババおしゃれな、インズラだ、インズラ、タルババインズラってことはこれ何かしら聞き出せるんで、マジ、ヤンチヤウェイ、ミスってますね。甘いですね、アナザー選手。このトルネが痛い。トルネってことはやっぱウルトラ、あ、やべ先行した、インドが勝てばいいが、あ、リセットされてない。いやインドラが先行してた。まあでもレビアいたならまだ、まあまあまあ、まあ、さあ相手は割とこれでこれ受けるカード、インドラぐらいか、タルババ、トルネからタルババだっけ、タルババか、これでトルネしかないんで、これ別に言うので起動されても、なんだあと何がある、インドラだよな、雪玉打ったらさすがに多分スケラなんで、これ陸が多分いないんで、これでキング起動かな、多分。まあそうですね、今度も、まあ、正直ここまでダメージ与えちゃえば別にどうでもいいみたいなとこあるんでやばい、絡んでも本当一発目でやりたかったけど、本当やりたかったね、あれは間違いなく。ここで来るんじゃないか、はい、来ますね、ステラ。これはまあ。さあ。OK。まあカウンターオブカウンターを。このババが射程が届いてない。打ち決めていって、まあここでエレキがあるんで、それをエレキをここで引き出して、でインドラで受けて端前めがないとかな。お、それは強い。いい流れ、それは。まあ、これを多分なんですけど、端前に来ない、まあ、打てない。なるほどね、縦にならないで。さあさあポイズを打っていく、はいはいはい、え、そっち、っそっちなんだ、なるほど、なるほどが過ぎますね。これねするからダメージだ。まあ、さあユーノが下に行っちゃったが、いや全然 OK、 よいしょ、はいはいはい次はと雪玉では終わらないですね、はいはいはい、まあボーラーかな、これで。あ、それが引き出せたのであれば、どんな字ですね、よいしょ、はいはいはい。でもここでワンチャンかけていきたいところですね。まあそうですね、うん、わーやばい、おや、逆に逆目がターゲットが、いやーしっかり、これはよっしゃー、ナイス、よくやった、今のはマジ手柄、大手柄。いやー今のは相手からしたら辛いですね、かなり。これでここに多分エルキ落とすしかないんで、縦付け追加で。なるほど、なんか変な位置にエレキ落ちたよな今、俺のあれが間違ってんのかな。さあ相手もこれ完全にワンチャンですね、どう掴むのか、無理やり空軍からのって感じです。あ、やばい、ちょっと待ってか、
さあワンチャンのトルネよいしょワンチャンのトルネよしよしよしさあ、でここイズンフィニッシュ、ね、オッケー。結構ウルス系予想当たったな。確かに、まあ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 、トルネ系遅延ではなかったですけど、そうですね、まあ、ボーラー幅広くちゃんとだからちゃんと目立ってきてるってことですよね。要するに、まあ、俺が工場とかラムしか使わんから、まあ、ボーラーいるときはええやろみたいな。逆にプリンス来たら結構終わりできたけど、まあ、俺があんまプリンス使わないんで、まあ、イメージじゃない。ちゃんと目立ってきてるって感じですね。次なんですよね多分ここで。なんだろうな。空をないと見切って俺がバルーンかラバーを使わないからっていう感じで、なんかなんだろうな、そういうインドラとかは違うと思うんですよね。なんだろう、まあ遅延系が来た時にでもラバーだと死ぬからな。ラバー普通のラバーを使う説があるんだよな。かこれ PP プリンス使わなそうなっていう感じがするんで、ゴレでいいかな。ゴレ PP？ PP じゃねえや、ゴレ P。 ゴレ P？ ゴレ P でいきます。よし。しかしメガナイト見た後でワンチャンペッカー来る。ワンチャンペッカー来るけど、このゴレはペッカリに強いんでね。なるほど。そうちゃんとペッカー溶かせるんで、リプ系超豊富なんで。飛んできペッカー結構単純だからな。遅延とかが来ると思うんですけどね、俺的には。うん、ナザーが得意っていうのもあり、やっぱ何が来ても安牌なんで。なんだろう、墓石アイシーズ系だと思うんだけど、違うかな。違う。さあホバホバタルババとホバってことはラバかな。何でしょうね。もういっちゃおう。さあエレキ結果集は決まった。結果集プンプンですね。さあこれ苦しいんじゃないか相手。いいよライドラいい。待てよ、ライドラホバー、待って、ライドラホバーエレキ、すごい、すごいなんかラムメタみたいな感じですね、ちょっとエレキとライドラ、確かに、ライドラホバーエレキ、これ結合でしょ、で、めちゃくちゃ多分3回はアド取ってるんで、はいはい、3、いや、ってことはトントンか、これ、このタイミングで、どうでしょう、まあ、勝ってて、トントンもしくはちょい勝ちぐらいなんで、これ1周目は無視して、どうしようかな。ライドラがないんで、さあババが下方祭でもなお強いのがババ小屋。なるほど。うわこれ痛えな。うざいっすね。メガゴが仕事しないしハンターも遠い。しかもこれも溶かされてる。これポイズン打たないとカウンターえげつないことになっちゃう。さあエレキが消えないとまずい。いや、エレキが残っている。そういうことか。いや、いらねえかな。いらなかったら結構続いてる。まあ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 。いや、これ難しい。工場とあれを同時に切ったんで、これケツゴレいけますね。結構ラムメタですね、相手は。これケツゴレいける。1周目のこのババを無視して、2周目、どうしようかな。真ん中に座れそうではあるんで、右にプリンス行こうかな。右にプリンス行って、多分真ん中の方にホバが来ると思うんで、え、そっちか。なるほど。工場で蓋をしつつって感じですね、相手からしたら。さあ、エレキもあっちなんで、プリンスが割と無双するんじゃないか。爆破とプリンスで、ホバが倒しつつ。しかし、このタルババ追加がどう出るのか。いいんじゃないか、これ、普通に。ファイボ。いや、マジか。いやー、このエリキも対応しないといけない。いや、マジかー、だる。いや、相手も。これ、ホバだけ死ねば、OK。いやー、相手も。相手やったくね、これ。相手もいろいろ読みを重ねて、今。だけど、これ、ライドラがいるんで、突っ込めないんですよね。完全にメガゴ読みでしたね。多分、ライドラが来るんですよね。なんで、ここはさあさあ、苦しい。ユーナが来そうな気がする。なかった。これさあ、こっち出しちゃってワンチャン右にユーナ来そうだから
これ何座ですか。はい、ちゃんとこれいけるな。さあ、ゴレがババコレ壊し、爆破でユーノが生きている。ユーノが生きているが、よいしょ。いや、この縦線が、おお、よいしょ。イエーイ、決め切った。甘い、甘いです。ありがとうございます。いやー、めっちゃギリギリの戦いだったな。けど結構いい試合できたんじゃないかなと思いますね。やっぱあの結構逆数、もうライドラがいてプリンスが通らないから、逆に出したプリンスがね、割といい仕事したんじゃないかと思いますね。あれで結構ね、いっぱい相手がユニット切ってきて、それを縮んで受けてカウンター、ゴレあそこまで行っちゃうと本当はなんだろう、相手が無限に攻めれるんでゴレ出したら負けなんですけど、相手が結構防衛にね出してくれたんでね。じゃあ、逆サイの工場ホバー、あれをもっと相手が攻めてきたら結構、そう、結構まあだるかったかなと思いますね。あれおかしいなんか言ってる。まあいいや。OK、 煽っとこう。ってことでね、今日はね、アナザーさんに、対戦してもらって、まあね、ストレート勝ちすることができたんでね、まあ、アナザーさんのクレリンと、あとまあ、クレリンじゃない、クレリンがあったら大変だ。クレリンがあったらもう、200にボッ7100のクレリンだっつってなっちゃうから、そうですね。まあ、なんで、アナザーさんのチャンネルと、あと、この実況をしてもらったね。まあ、言うて俺何もしゃべ、もうすべて、まあ、天狗とかしゃべってたみたいなのがあるんで。あんま、まあ、確かにあんま喋ってないから、天狗と。はい、ということで、まあね、天狗とチャンネル貼ってるんで、ぜひ、その2人のところに遊びに行ってください。お願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。